ジェジェ君とジェミーちゃんとキャラクターいますけど、そうですね、僕たちにもキャラクターができることになりました。この子です。プロフィール作ってきますので。忍者ってやっぱ忍ぶって感じあるじゃないですか。はい、なんで忍ぶ違う。そうだよ、だからコキ君が司会して青木が書いてくれれば、初期僕でいいじゃん。アジやりたい、アジやりたい、僕やりたい。じゃあ青木で。青木なんだね。今3だったもんね。青木なんだ。青木なんだ。進行も譲る気なかった、最初からこいつ。悪いやつだ、悪いやつだ。忍者の忍に魂で、また忍者の忍で魂、ニコニコ。キラ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 、笑顔いいやん、忍者って。でもいいかも、いいかも、めっちゃいいやん、一番いい。というわけで、名前があれ、もうちょっと元木くんあんのニコニコ。煙玉作ること。作るの作るの。ニコニコにするんだったら、特に人を笑顔にするとかだったり。あー、名前採用採用やった。それはいいね、いいね、決まりました。それいいね。はい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 、ハリーの糸通し。いや、マジで忍者の穴のね、穴あるやん。忍者って手裏剣なんだけど、手裏剣の穴に糸を当てる。誰もできるんじゃない。穴がでかいよ、穴。シュンしてください。シュンシュンシュン。困ったら手裏剣、手裏剣、手裏剣、手裏剣。あ、特技忍術さしとく。あ、そうそうそう、そういうこと。そういうこと。俺の喋り方。特技に忍術を一つ足しておきましょう。はい、いいです。忘れてたね、忍者だったね。とりあえず特技こんな感じで大丈夫。はい、JA にびっくりマークで何々じゃ、わかる。忍者じゃ、語尾にじゃ、ね、びっくりマーク、なんとかじゃ。そう、びっくりマーク重要。びっくりマーク、忍者じゃ。そあ、そうなるね。そう、忍者じゃ。はい、ドローン。あ、それ俺も思った。ドローン、めっちゃ可愛いドローン。いい、確かに。あ、じゃいいっすか。はい、俺ちょっと名前のこと引きずってるんですけど、しのぶ。コビにつけてるの。コビにつけます。少年忍者らしのコビが強すぎるんだよ。インパクトある方がいいじゃないですか。インパクトはあるけど、ありすぎる。じゃあこの中から決めますよ。そうですね。じゃあ、挙手。はい、ドローン挙手。はい、あ、もうこれ決め。1、2、3、4、5、6、しのぶ。ってことで、語尾になんとかだドローンみたいなドローンがつくでいきたいと思います。はい、やばいやばい、ハリトシ。はい、滝行。お前がやりたいよ。俺も行きたいもん。な、行きたい。はい、釣り。釣り。サウナ。自分の趣味をこの子に。あ、そんな趣味なんだ。なんか、ゆで卵になっちまうよ。うまい。温泉。僕の趣味なんですけど、愛犬とじゃれ合う。手裏剣とじゃれ合う。手裏剣とじゃれ合う。手出しそうだよ。いい子ですね。だいぶ出たよ、趣味。何個でもいいんじゃない。何個でもいいよ。何個じゃあこの3つにしとく。ハリーと通し、手裏剣を大切にするサウナ。はい、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 はい。次、好きなもの決めます。はい、
に選んで和食、うん、あ、大丈夫か朝鮮手裏剣を食べる手裏剣を食べるえ、今、どっちだと血だらけしようおむすびおむすびあー、いいいいじゃなくて、おむすびおむすび昔おむすびそう、だからいいよそうそうそうあれしょいいねはい、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 黒さん卵にマヨネーズ卵にマヨネーズいいよ、いいよ美味しいよね。美味しいね。はい。唐揚げにマヨネーズ。唐揚げにマヨネーズ。マヨネーズじゃん。ちょっとマヨネーズ。ファンの人。採用です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 よ。これはいい。じゃあ決まりましたよ。マヨネーズ、ファンの人、おむすび。はい。はい。出身いや埼玉県じゃない埼玉県じゃない全然出身地でしょ埼玉県がいい俺は怖いよ言うじゃないよ怖いよ怖いよおじさんピラミッドイジプトからやってきましたやってねえギャップイジプトからやってこれがピラミッドから生まれるんだよあ、来たはいスフィンクスの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 スフィンクスじゃダメなの埼玉県にあるスフィンクスのあるあるあ知らない探しちゃう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 どっかしてスフィンクスの口から生まれたってことではい、やった気に入ってんな忍者のケステーピっていうのは6月9日確か、そう、6月の9日が、なんだっけ、テレビ出たのか、ちびっこに。初めて。2018年。そう、その日っていうのは、まあ、ありだ、ありちゃあり。いいっすね。いいと思います。いいと思います。はい、確かに。誕生日は2018年の6月9日。はい。つまり年齢が今1歳ですね。1歳。1歳。だから少年忍者とともに年齢を重ねていきますので、彼も。いいっすね。さあさあ、性格ど根性ど根性あ、ど根性ユージなんか吹き込んでるんですけどはい、田村くん吹き込まれて性格になんか書いてる中力系のはい、大丈夫ですあ、大丈夫ですはい、大丈夫ですはい、大丈夫ですはい努力家努力家、あり忍んで努力をする人かっこいいですね。忍者なのに出ましたね。実はこう見えて寂しがり屋。どう見えるの？まあ4つ入れとく？このまま。めっちゃいい子です。めっちゃいい子だよ。この子めっちゃいい子だよ。いい子でいい子すぎる。村があります。じゃあ紹介します。ニコニコさんです。さあニコニコさん誕生日僕らの決定日ですけども、まあ、一緒にニコニコさんと成長していきましょう。はいはいはい。ファンにもニコニコさんと呼んでいただいて、うん、はい、いい子にしていきましょう。はい、はい、成長させてあげましょう。はい、はい、ということで以上少年忍者でした。バイバーイ。ニコニコさんをよろしく。ニコニコ。 I am TV GO GO